砂漠の上の蜃気楼のようなアメリカなんですけれども、今日のこのカリファサッカースタジアムで行われますが、勝つことによってそのアメリカがより現実的なものになってきます。日本からのサポーターもすでに声を枯らして応援を続けています。初戦引き分けました。なんとしてもこのイラン戦に勝たなければならない日本なんですけれども、その緊張の一瞬まもなくやってこようとしています。さて今日のこの放送は解説セルジオ越後さんにお願いしておりますが、セルジオさん、はい、まず今日のですね試合の見どころを簡単に教えていただきたいんですけれども、まずその日本のこの二次予選の1点目だけじゃなくてね、はい、日本のその二次予選の初勝利ですね、はい、今日は大事な試合ですから、今日勝たなくていけないという試合ですからね、はい、そこにぜひそのフォワードの頑張りに今日注目してほしいと思います。はい、まあ、そのフォワード、まあ、第一戦はカズとそして高木が、まあ、合計4人のディフェンス陣に囲まれて思うように仕事ができなかったということなんですけど、現地の田畑さん、はいはい、聞こえますか。あのですね、はい、す映像の方がちょっとこちらに届いてないんですよ、あ、そうですか、今日の現在ですね、はい、選手がこれからちょうど出てこようとするところなんで、いいところなのに見たいのに大変申し訳ございません。それではですね、しばらくの間の音声だけでもお伝えしていこうと思います、はい、よろしくお願いします、はい、さあ間もなくですね、両チームの選手が出てこようとするカリファサスタジアムなんですけれども、まあ、セルジオさん、はい、今回の大会はですね、はい、とにかくこのずっと時間通りにこう来ているということでね、あ、今ちょうど選手が出てまいりました。今映りました、田畑さん、今映像が戻ったようですよ、はい、日本選手どうでした、試合前の表情見られました。ですね、残念ながら直接私からは見られないんで、そうです、その表情を見ていたですね、リポーターの川添さんを呼んでみたいと思います。田畑さん、そちらの方でよろしくお願いいたします。はい、わかりました。それではですね、今ご紹介いたしました元三菱 FC、 そして現在はテレビ朝日系列の解説や、それからサッカーの指導員などで活躍されております、川添浩一さんを呼んでみたいと思いますが、川添さん、はい、こんばんは、こんばんは、よろしくお願いします。どうでしょう、試合直前の日本選手たちの表情は。ですね、今サブのメンバーが前を通ってますけど、津波選手がサブに入りましたね。そうですね、あと北澤選手もやってくれると思います。夏男です。中山選手も通りました、はい、沢登さんもいます、初戦かなりリラックスしたようなんですけれども、この第2戦ですね、はい、選手たちの表情ってのはどうでしょう。いや、もう最初からアメリカに行くもんだと思ってますんで、はい、あ、そうですか、リラックスしてますよ。じゃあ今日の川添さんの日本代表チームの勝つ確率というのをじゃあ伺ってみましょうか。もう必ず勝つしかないです。勝ちます。 100% と、はい、はい、じゃあリポートの方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ここで両チームの国歌吹奏、まず決めがよです。カタールの漆黒の闇に日の丸が揺れました。キャプテン柱谷哲司選手、続いてイランの国歌です。サウジアラビアと引き分けた日本、一方初戦を落としましたこのイランの対戦、
まずその日本チームのスターティングメンバーは第1戦のサウジアラビア戦と全く同じメンバーです。もうすでにこのメンバーはアジアアフリカカップから1回戦のサウジアラビア戦、そしてこの2回戦のイラン戦とも不動のメンバーと言っていいでしょう。そして一方のイランチームの方に若干のメンバーの変更があります。出場停止が解けました3番のレザエマネッシュ、左サイドバックの選手です。そして、前回の試合までキャプテンを務めていました、デラクシャンに代わりまして、エスティーリ、そして、若い選手ダダシュザーダ、この2人が入っています。まあ、テルジョさん、はい、イランの方はですね、はい、メンバーを若い選手を2人入れてきましたね。そうですね、はい、怪我か、まあ、コンディションが悪かったかもしれないんですけども、まあ、何してもね、相手はどう交代してもどういうチームを出してきても、日本にはそれはあんまり関係ないじゃないかなと思いますね。日本は自分の今日やらなくていけない大事な役割さえあれば、ね、大丈夫じゃないかなと思います。はい、まあ、歴史的に見ますとこの日本とイランの対戦というのは、過去10回の対戦がありまして、日本の3勝4敗3引き分けと、まあ、ほとんど五分の星を残しているんですね。そうですね、まあ、プロリーグになりましてね、随分日本のサッカーもレベルアップしてますから、はい、まあ、古い成績はね、この時代のレベルの全日本には僕はあんまり関係ないじゃないかなと思いますね。なるほど、はい。まあ、一番最近のこの両チームの対戦ですと、もう皆さんご記憶に新しいと思うんですけれども、昨年の11月3日アジアカップの予選リーグの最終戦でした。まあ、1勝1分けのイランと対戦した2分けの日本、まあ、とにかく勝たなければ予選リーグで敗退という状況で、まあ、その守りを固めるイランに対して残り15分頃から日本は伊原、橋田谷を中心に、まあ、中盤に押し上げ始めまして、終了3分前に伊原からのパスをカズが絶妙のタイミングで抜け出して決勝ゴールを挙げたというあの一戦であります。セルジオさん、あの一戦で日本が勢いに乗って、そしてアジアのチャンピオンになったという感じでしたよね。そうですね、あれからね J リーグも始まって一歩たくましくなってますからね、はい、まあ、何してもこの全日本はね、オフト監督が仕切ってから公式試合負け知らずですからね、はい、もうこのチームを信じるしかないと思いますね。はい、サイドを交代いたします。左から右に攻める 赤いユニフォームがイラン、そして右から左、今日は、アウェーのユニフォームを着ています日本代表チーム。まあ、今お話ありましたように、まあ、オフト監督が日本代表を率いるようになってから、最初のゲームがですね、92年のあのキリンカップだったんですけれども、23試合を戦って15勝3敗、しかもアジアに限って言えば今のところ無敗ですからね。そうですね、はい、今日もその無敗記録を伸ばしてもらいたいと思います。今キックオフ、ホイッスルが鳴りました。さあ、この高木、そして背番号11番をつけていますカズ、この2人のプレーが今日の鍵を握っているというセルジョさんです。いいですね、立ち上がり非常にダイレクトパスがね、はい、正確に通ってて、はい、まあ、これで非常にチームがその高木、はい、リズムのように非常に大切な立ち上がりと思いますね。さあ、すぐさま次のプレーに移ります。やはりフィジカルコンタクトに強いイランに対しては、日本としては速いパス回しということが必要でしょうね。そうですね、コートジボワール戦にね、あの試合を思い出したら非常にいいじゃないかなと思いますね、はい、そしてオフト監督も日本代表チームがまず3ラインがきちんと取れている、そしてトライアングル三角形がきちんと取れている試合をすれば必ずやその勝利は日本に輝くだろうという言い方をしていました。中盤早い一歩、福田が後ろから押してしまいました。さあ、それでは改めまして、ここで、両チームのスターティングメンバーをご覧いただきたいと思うんですけれども、日本はですね、もう本当に不動のメンバーと言ってもいいでしょう。キーパーが松永、そしてディフェンスは左サイドに三浦康利、センターバック伊原、橋田谷、右サイドが堀池、そしてミドフィルダーはディフェンシブに森谷、左にラモス、右に吉田、そしてオフェンシブのハーフが福田、フォワードは左にカズ、そして右に高木。さらに今回の大会は合意によりまして、控えの選手全員がそのベンチに入れることになっておりまして、残りの
11人の選手が全員いつでも出られる状態にスタンバイしているということで、さらに津波も今日はこのメンバーに入っています。22人がいつでも出られる状態になっている臨戦態勢の日本代表およびその控えの選手をご紹介しました。一方のイランなんですけれども、初戦に出場いたしましたその8番キャプテンを務めた35歳ベテランのデラクシャン、そして右のトップに入っていました29歳のマルファビ、この2人を下げました。さらに3番のレザイマニッシュが警告が解けまして、この試合に復帰ということなんですけれども、若い選手を2人入れてきましたイランチーム。しかしここでですね、早速怪我をしましたね。7番のエスピリですかね。エスピリ、はい、今日この試合に入ったばかりのエスピリであります。一次予選では2得点を挙げているこのエスピリ、26歳の選手ですが早速担架で運ばれるようです。ご覧のように日本からの報道陣は250人近くということで、今回6カ国集まった中ではもちろん最多の報道陣を誇ります。それだけ日本のこの大会における関心度の高さが現れているんですけれども、今日はですねテレビの前でご覧の皆様もぜひその目の前がカリファサッカースタジアムという気分になって、1億2000万人のサポーターが今日のゲームを応援していただきたいと思います。日本サイドから一旦イランにボールを戻しました。さあこの選手がモハマドハニ、ディフェンスの要となる選手です。左サイド三浦康俊、セルジオさん、この康俊の左サイドというのはですね、はい、あの AA カップから入ったわけなんですけれども、はい、かなり評価高いですね。そうですね、やっぱり彼の華麗な個人技ですね、やっぱり攻撃に出るときに非常にねつなぎがいいですね、はい、で守りの面でね、全然こう初ね、出場と思わないっていうね、全日本に非常にもう生き生きして伸び伸びしてやってますね、はい。まあ、そしてラインを組む残りの3人ですね、まあ、井原、橋田谷、堀池も非常にこの安さんとはラインを組みやすいということを言ってますよね。そうですね、まあ、非常に個人技がある両サイドバックがいますからね、はい、まあ、非常にその面では津波が怪我しててもね、攻撃的にはそんなに落ちてないなという感じがあります。はい、さあ井原です。こういう接触プレーにはイランこう体を張ってきます。そして今井原と競った背番号11番がこのイランチームの得点源アリダイです。あとはですね、この気温とこの湿度ですからね、はい、まあ最初からあまり飛ばさない、オーバーヒットしないということもね、引っ掛けられました数、この試合には非常に大切だと思いますね、はい。まあ、よく抜けるか、いやカットされました。体を動かさずにボールを動かせという言い方をしますよね。そうですね、特にこういう後半にね、はい、どうしても疲れがどんときますから、はい、まあ、あんまりその得点だけ立てに急がないでね、はい、いいチャンスの時にそれを得点に結びつくということを考えてやってもいいと思いますね。はい、カットです。ラモスが中に来る、いや直接打ってきました。でもいいですね、今日数の動きがね、はい、積極的に立ち上がりすぐから点取ろうとする意識が出てますね、はい。初戦のサウジアラビア戦での反省を受けて、その中で選手間での話し合いというのも持たれたと思うんですけれども、もう当然ですね、はい、いかに攻撃が成り立たなかったということはね、反省と話し合いしていると思いますから、はい、まあ、この間悪い攻撃で引き分けたということは、今日イランに勝たなくていけないためには良かったかもしれないですね。さあカズのコーナーキック、ファーサイド、カズが珍しく右で蹴りましたね、はい、いつも左で鋭いカーブかけてくるんですけどね、はい、これも一つの駆け引きかもしれないですね。まあ、初戦のサウジアラビア戦ではコーナーキックのチャンスも得点には結びつきませんでした。まあ、日本代表チームの得点パターンの大きな一つとしては数のコーナーキックからというのが多いですからね。そうですね、セットプレーからね、点取ってる場面って非常に多いぜ日本ですからね、まあ、特に
この東アジアの国の選手というのは体格的にはやはり日本代表チームよりは勝っていますので、その辺入れるボールの種類というのもこう工夫していく必要があるでしょうね。そうですね、はい、さあ体を張って止めます。あクリアしました。井原が大きくクリア。さあ日本キープ。高木です。高木が一旦ためます。そしてラモス、左サイド三浦康俊、カズ、そしてヤス、スルーして、ああいいボール、さあヤスとした、中には高木が待っている。高木に合うか、あった、高木、さあポストプレー囲まれてシュート。あー惜しかったですね、けどもいい展開ですね、ヤスト君があのいい崩し方、左から、はい、あそこにね高木がちょっと入りすぎたですかね。最後は吉田が蹴り込んでいきましたが、非常にいい形を作りました。そうですね、ここちょっとここでトラップがね足元に入りすぎた、打ちすぎたんですね、はい、けども展開としてはなかなかいいじゃないですかね。最初のシュートを放っていきました吉田。しかし今の、まあ、形も一つの今日の作戦といいますかね。そうですね、外からね、はい、オーバーラップしてきて、そして高木のポスト外から走り込んで合わせる、こういったプレーが今日の一つのパターンになりそうです。一方のイランはまだそのシュートらしいシュートは打っていません。松永飛び出る、危ない、危ないですね。今この展開は非常に警戒しなくてはいけないですね、はい、2番の裏面にね、ガリツェフ右サイドから、はい、彼が非常にいいセンタリングを受けて、この11番のね、はい、このアリダイですね、そうです、彼には良い注意と思いますね、はい、まあ、イランの逆に得点パターンといいますと、右サイドバックのザリンチェフがオーバーラックしてきまして、そしてセンタリング、そこに11番のアリダイが走り込むというパターンが多くなっています。まあ、そこにね、全日本のバックラインがうまくオフサイドトラップかけれればね、怖さがだいぶこう弱まるんですけども、はい、今みたいに受け気味になったらね、非常にヘディング強いですからね、はい、それにしても両チームがね、トップの選手に決定的なチャンスがありましたね。そうですね、まあ、今日本のファンの皆さんがドキッとしたシーンじゃないかなと思います。これで眠気が覚めたじゃないかなと思いますね。まあ、このアリダイという選手はイラン国内ではベストプレーヤーと言われる選手で、まあ、日本代表チームで言えば数的な選手だそうですね。そうですね、それにまたヘディングの強さを持ってますからね、はい、あ、これ全日本チャンスですね。あ、ここでゴール前のフリーキック、ラモスがボールに近づきますが一旦戻します。森安、井原、右サイドに橋渡が回ります。こういった小さなパスをつないでいく日本代表、森保が左に、安俊です。カズがね、かなり中に絞ってますね、はい、今日だから、あ、チャンス、さあ、前田シュート、カズのシュートはコーナーですね、あ、コーナー相手に当たりましたね、に当たりましたね。カズがね、中にポジション取ってね、はい、あの狭い混戦から、スーパースをもらおうとした作戦、非常にいいじゃないかなと思いますね、はい。セルジオさん、カズです、はい、日本リズムいいですね今日ね。いいですね、イランをよく分析してね、同じ慌てないで、スルーパスから行こうとしているところいいですね。さあ今度は左からのコーナーキック、ドランプール取りました。今の川添さんのあーという声がですね、やはりテレビをご覧の皆様の心境と同じだと思うんですけれども、アウトサイドですね。そしてまたイランの選手が一人倒れてますね、はい、今のこの空中戦の時に負傷したものと思われますが、あ、交代ですね。エスティーリが、あ、一番最初に倒れましたね、はい、エスティーリが交代ということで、はい、おそらくね足をひねったじゃないかなと思うんですね。16番のカルエノイに交代いたします。セルジオさん、ここまでの立ち上がりのリズム、川添さんもね、はい、非常にいいんじゃないですかというお話だったんですけれども、いいです、韓国戦にはね、はい、非常にその
強い守りに非常にこう立て立てのスピードの慌てがあったんですけども、日本に全然それが見られないんですね、はい、この展開はあの体力消耗しませんからね、非常にいいと思いますね、はい、やや日本がやっぱり押し気味でね、まあ、一つあの危ないあの逆襲があったんですけども、はい、やっぱり日本の方があの押してるなという感じがしますね、うん、しかし落ち着いてますね全日本がね、はい、イランの場合先ほどそのカウンターアタック気味に出てきましたけれども、まあ、あのプレーそして、右サイドザリンチェスからのセンタリング、あと気をつけるポイントというのはありますかね。そうですね、あのやっぱり逆襲あるいはあのロングシュートですか、はい、非常に脚力ありますから。そうですね、それとあと高さありますからね、はい、そのできるだけコーナーならないそういうエリア内のその近くのセットプレーですね、はい、あとはこの引いた守りに慌てないことじゃないかなと思うんですね、はい、カーズがいいですね、よく、はい、あのボールもらってますね。左サイドへ、います。さあ福田、福田が引きつける、ラモスがカバーに入っています。タッチライン沿い、2人に囲まれてボールはイランです。さあナムジョモトラカドリブル、ラモスが奪いました。そして森保、ラモスヒールで警告ですね。あこれは後ろからねやっぱり激しくいってますね、はい、ラモス大丈夫ですかね。まあやはり当然日本代表チームのキーマンということでもうなんか狙ってきてますね、あのここを潰せば自分は得するという、はい、まあ、まあひどいですね。でもそうですね、あのまあこれは仕方なくやっぱり向こうもカズあるいはラモスをね研究しているということですから、ちょっと心配ですね。そうですね、腰を押さえていますが、今の VTR です、ヒールで出したところを、あもう本当体当たりですね、これは、まあ、イランという国はオリンピックでレスリングが強いって聞いたんですけど、はいはい、サッカーにはそれ必要ないと思いますね、はい、あそして一人倒れているのが、あれは完全あのやらめようとしているんですね。あなるほど、はい、だから自分も痛いんだよというような、はい、だから、ね、まあ、退場でもいいというファールをね、なんとか警告に持っていこうとしているんですね、はい、まあ、立ってからどういう動きカードになるかね、これも楽しみですね、はい、まあ、できればぜひイランのユニフォームの色のカードを出してほしいですね。うん、まあ、多分ね今あの当たっていった選手がディフェンシブハーフのトニー・ダリガンではないかと思うんですけれども、まあ、身長190センチの非常にこうがっちりとした選手だけにもぶつかられたラモスの方はたまらないと思います。さん、はい、北沢がアップしましたよ。あ北沢ですか、はい、あ心配ですね。そしたらラモスの怪我はね、そうですね、はい、さあここでカードが出されましたが、イエローカードですね。そうですね、はい、そして倒れ、あ出ていく選手がそのプノニザリガン、もう少し様子見るみたいですね。あそうですか、はい、背中ですね。あ大した怪我じゃなかったらいいと思いますけどね、そして交代された選手ですね、はい、しかし立ち上がりそんなに激しい試合じゃないなりにもう結構ねあの怪我人が、そうですね、はい、現在はフィールド内、フィールダーが9人ずつでやっています。まあ、こういう気温ですからね、はい、あの交代一つ一つは大事ですからね。そうですね、怪我でね交代一つ見失うことは非常に良くないと思いますからね、はい、あラモスが立ちましたね。立ちましたか、はい、はい、さあその間に右サイドでボールは動いていますが、数が大きくイランサイドに蹴り込みました。もうラモスはこの大会にかけてるという意気込みはね、はい、相当なことがなかったら多分大丈夫と思いますよ、はい、まあ、あのスペイン合宿からとにかくワールドカップに行くのが俺の人生の全てだというような言い方をしてましたからね、はい、タオさんね、はい、ラモスさんあのチャーター便の飛行機の中でね、こっちにカタールに来るときに、はい、ラモスアメリカ行けますなんて言ってました、言ったんですよ僕、したらラモスさんが大丈夫、左腕に日の丸がついてるからっておっしゃってくれましたよ。日の丸、そうですよね、苦しくなったら日の丸触そうって。そうですか、
やってくれますよ。はい、まあ、そのラモスが元気にフィールドにまた戻ってまいりました。ハーフウェイラインを越えます。さあ高木のポスト右へ展開しますが、ここでフリーキックを得ます日本。一旦このアップを始めた北澤なんですけれども、しかしいつまた何が起こるか分かりませんからね。そうですね、まあ、できるだけ、はい、ゴール前フリーになるか。ラモスが蹴りましたが、その前にホイッスルです。大丈夫みたいですね、今の動きを見れば大丈夫と思います。しかしシュート数にしましても日本の方がこう数が多いんですけれども、この中盤のボールの支配率というのはどうなんでしょうね。いや、日本の方がやや支配率が高いじゃないかなと思うんですね、はい、非常に充実した。今みたいにこううまくカットして、はい、チャンスに結んで、あ、チャンス、あ、数、数だ、数、どうだ。ちょっと遅かったですね、今もう少し早く蹴ってほしかったですね。でもいいチャンスでしたね、はい、この速いチェックから速いスルーパスでいけば日本は非常に点取れるじゃないかなと思いますね、はい、しかし今日は、まあね、なかなか画面に出てこなかった数が今日は再三出てきてますね。そうですね、はい、今日非常に調子いいですね、はい、まあ、勝たなくていけない日本としては非常に明るいじゃないですかね、はい、この数ゴランプールが体を懸命に伸ばして、そして最後はマハマナハリがクリアしました。しかしまたボールはイラン陣内、日本ボールをキープ、そして後ろで回して引きつけておいてというのも今日の一つの作戦です。井原柱谷で回しています。さあその井原が縦に出る、縦にドリブル、フリーになっています。井原がここまで来る、そして右に出す、堀池、森安が今打とうか打つまいかというちょっと動きが半端でした。井原君でしたね今、はい、打ってもよかったバックですからね、はい、向こうに行って、はい、打って後戻りやすいじゃないかなと思ったんですけどね。カズ、はい、です。カズがここまで下がってドリブルでマークを振り切ります。柱谷、右に上がる堀池、堀池のオーバーラップ、先ほどはいい形を作りました。あの位置でスローインです。なかなか押してますね今、はい、全日本選手が全部相手陣内に入ってますね、はい、ただ常にやっぱり一番押してる時にね、11番に気をつけてほしいですね。はい、1人残ってますね、はい、そうですね、はい、中に出すか、いや左サイド、おラモスには届かない、しかしまだ日本ボールです。やっとしラモスに戻します。発想飛びのようなラモスのプレーですが、この逆襲気をつけてほしいですね、はい、有田が前にいる、はい、この有田ボールが渡ります。後ろから井原がついていました。ようやくイランが攻め込んできたという感じなんですけれども、試合の方は20分を経過。ちょっと足元が滑った高木、左サイドチャンスかイラン、いや、ナイスチェックですね今、よく防ぎました。そうですね、ワンパターンですけどもね、なかなかこういいボールが上がってきますからね、はい、本当にこのイランの一つのワンパターンですけども、非常に有効に使われるから気をつけてほしいですね、はい、イランのコーナーキック、これが最初のコーナーキックになります。注意したいこの空中戦、アリダイゴールライン終わりました。もうイランはここまで徹底してその最後の1本というのはアリダイに集めてきますね。そうですね、まあ彼しかいないという感じですね、はい、まあ、イランで一番いい選手と言われるというぐらいの、やっぱり、実力は持っているじゃないかなと思いますね、
24歳、一次予選を戦っている時にはこの左のミッドフィルダーに入っていた場合もあったんですけれども、まあ、とにかくこの左利きのストライカーということでイラン戦では最も注意すべき人物です。それとやっぱりヘディングが非常に強いですね、はい、日本も今日は非常にいいですから、はい、あのサウジ戦よりねあの攻撃面が非常にあの噛み合ってますから、はい、一方のイランの方はですねあのベテランのデラクシャンがアップを始めましたね。初戦キャプテンを務めました35歳のデラクシャン、まあ、前半動かなくていけないということはもう怪我で1人欠けてますからね、はい、まあ、非常に後半としたらちょっと賭けとしたらね非常に賭けになります。はい、そうですね、イランとしては難しくなりますね、はい、そうですね。パスが中途半端です。数が取れるか、ラモス、数、ああ足を削ってしまいました。ラモス、倒れているのがモハマドハニーでしょうか、センターバックの選手です。今ラモスも警告じゃないかって、6番がね、あ、なるほどね、ちょっとクレームつけに行ったんですけど、決してねあの足に行くっていう、そうですね、もうボールを取られたから転んだという感じですけどね、はい、まあ、レフリーはやっぱりちゃんと近くで見てまして良かったですね、はい、あとイランというチーム興奮しやすいチームですからね。そうですね、はい、あの広島のアジアカップの時にね、はい、興奮して退場者いっぱい出たんですけどね、大きなセンタリング、ミドル打っていきます。これはマウスを外れていました。今日のレフリーはイタリーのワルダスさん、そして、ラインズマンがオランダのウィネンバーグさんと、そしてイタリーのラミコーンさんです。はい、まあ、ちょっと2つねバックラインでね、パスミスが続いたですね、はい、あんまり良くないと思いますね、ラモスが戻ります。前、これはうまくキープしました。そしてカズ、カズのこの辺のその下半身の粘りというのが強くなりましたね。そうですね、一回大きくなってね、はい、非常に、さあまたセンタリング上がる、松永取ります。ちょっとこの時間帯攻め込まれていますね。そうですね、ちょっとリズム、最初のリズムつかめないんですけど、はい、まあ暑いですからね、もう一回じっくり組み立てて、はい、ペースをつかんでくると思います、はい、まあ、できるだけバックラインでね、ミスパスしないようにやっぱり気をつけた方がいいじゃないかなと思いますね、はい、あとは一つの心配はサウジ戦みたいに、今日カーズは非常にいいんですけどね、はい、まあ、高木あるいは福田がね、あんまり攻撃にこう目立たないんですね、はい、これも少しこう足元だけじゃなくて誰かが裏にもらおうとかね、動きながらもらうという選手が出てこなかったら非常に、ね、バックの方がね非常にこう日本のバックスが非常に難しくなると思うんですね、はい、今みたいにこう相手がこう走り込んでもらうボールはね、はい、さあ南条もトラカからヘディングでクリア、アタヒチャンスか、カレロイクリア、さんはこらえましたが、さあまたナムジョムトラカ、右サイドにザリンツェフ、ザリンツェフが走る、さあセンタリングの先はやはりファーサイドアリダイでした。まだボールはイランが支配しています。左サイドレザイマネシェが帰ってきています。イラン、ここは日本はね、今進路してやっぱりがっちり守るべきじゃないかなと思うんですね。そうですね、はい、まあ、今日はね、韓国にイランが負けましたからね、はい、イランは引き分けでも良くないですから、ね、絶対勝ちに来ますからね。サウジアラビアが勝って、北朝鮮が負けましたから、さあまたアリダイ、徹底してアリダイできます。イランあんまり一人一人だけ使ってくるときにどうしても負担かかってね、はい、後半にその後遺症が残りますからね、
まあ、日本今慌てないということじゃないですかね、はい、立ち上がり非常に日本はいいペースで、まあ、やや今イランのペースになっている、はい、また自分の流れに戻ってくるまではね、もう少しやっぱりフォワードとかハーフがね、はい、特にハーフがこう裏に入っていくというプレーがねちょっと少ないなという感じがしますね、はい、それは初戦のサウジ戦でもやはり見られた現象ですよね。そうですね、まあ、これは気温の後遺症と思うんですけども、はい、まあ、ベンチもね、同様に一緒に戦っているという気持ちでね、自分がこう中途半端で90分持つというサッカーじゃなくて、ああまたしかしこれはディフェンスが戻っていますが松永出られない。田畑さん、はい、今オフトが立ち上がりましたね。あ、そうですか。ラモスさんにですね、狭くなってるから広くバードをもっと広く使えっていう指示を出しましたね。あ、そうですか、さあ何でもトラカまたセンタリング、先ほどからの最後からのセンタリング、あ、フロニタディガン、あそこでペナルティを取られました。フリーキックですね、これは非常に危険な場所でね、まあ強烈なキック力を持ってるイランチームですから、ね、まあ、ここは日本今辛抱する時間じゃないですかね、特に6番のフノニザリガンの、初戦に見せたフリーキック、まあ、ゴールには入りませんでしたけれども、ものすごい強烈なシュートでしたよね。そうですね、まあ、この試合で日本チームとしては一つの山場ですね、はい、どうでしょう、この位置ですとザディガンが蹴るのか、あるいはカルエナが蹴るのか。カルエナが出してザディガンが蹴る、やはりこのパターンでしたが、マウスは走り込めなかったですね、はい、立ったまま蹴ったから勢いがなかったですね。あ、まあ、前半は日本ペース、そしてここまで中盤以降はイランペースという感じで試合は進んでいます。オフト監督も立ち上がってもっと広くフォワードを広く使えという指示を出していたということなんですが、またです、オフサイド、もう徹底してますね。そうですね、右からも必ず G1 番の代わりにボールを合わすという展開ですね、そして右サイドはそのサイドバックのザリンチェフ、あるいはこのハーフのナムジョモトラカット、この2人がもう徹底して11番の台に合わせます。まあ、一つの手はラモスを右に回してですね、やや森保を左にディフェンシブに回した方がこの右サイドは防げるじゃないかなと思うんですね、はいはい、向こうの得意な右サイドと日本の得意な左サイドがぶつかり合ってるわけですね。そうですね、はい、そして右サイドは堀池、ここにこう1人がねボールが出なくてもね、はい、縦にビュンって出てほしいんですね、はいはい、みんなボールを見てしまったらどうしても動きが止まりますからね、そうですね、フォワードの選手の動きをちょっと注目したいと思います。前に叩いた、いや少し間に合うか、切れました。あれをボールが出るよりも先に体の方が動いているべきなんですね。そうですね、まあ、安都市とかね、はい、堀池外後ろから上がっていく選手を使うこともいいんですけども、ああいう動きをねもう少しハーフにはトップの選手がしなくちゃいけないと思うんですね、はい、あ、これはもらいました。いや、それにしても非常にこう中断するファールが多い試合ですね。そうですね、まあ、2戦目からね、はい、どのチームでも負ければ非常に厳しくなるという一つの証拠かもしれないですね。特に、まあ、イランの場合は初戦負けているだけに、はい、この試合を落としたらもうダメだという気持ちですからね。そうですね、まあ、これ数に合わすか、もしかしたらラモスが直接ということもあり得るからね、はい、まあ、時間単位としたら苦しい全日本にちょっとここで1点取ってほしいですね。数がいった、あ、日本がまだボールをキープ、ラモスです、あ、ちょっと出ている、フォワードには回せません。さあここで改めていきます、数が出る、ザリンチェフ、数とザリンチェフです。ここでイランが出す、前線のアリダイに合わせるか、堀池がマークしています。しかし逆に言えば今みたいな形ですと
完全に2人がアリダイをマークしていればそうそう怖いパターンにはならないわけですよね。そうですね、はい、あの位置から大丈夫ですね。怖いのはペナルティエリア周辺でね、はい、彼にプレーさせた人に怖いですね。はい、はい、今オフサイドですね。オフサイド、高木が前に出ようとしましたがオフサイドでした。いやどうも、もう少しね、はい、あのサウジアラビア戦のその悪い点がね、ええ、ちょっとフォワードに出てきてるなという感じがしますね、はい、あの立ち上がりの時のいいリズムと今と、ね、具体的にどこが違うんでしょうね。ダイレクトでボールがもう少しこう回ってたんですけども、はい、今ね大事なところ大事なところボール持ちながら探しすぎるからどうしても展開が止まってしまうんですね、はい、もう少しダイレクトパスのね、はい、あの戦術をもう少し考えてほしいなという感じがしますね、はい、ここもこう持ちすぎてますね、はい、ここ福田右に出します。堀池、おっ姿勢が悪いですね。必ず背中向いてるんですね、相手にね、はい、やっぱりゴールに向けた姿勢を作ろうとしてないんですね、はい、だから熱い苦しくなることによってその競りながら縦に出るという動きが少なくなっているということですね、はい、まあ、全くサウジアラビア戦の悪いところがこの時間帯に出てる、そこにイランのペースになっているということじゃないかなと思うんですね。なるほど。しかしそれにしてもその中断の多いゲームになっています。そうですね、まあ、イランはもうここで負ければもうないですからね、はい、もう当然もう日本にはもう選手権は与えないですよね。またカズが左サイドから、おっ流します。本当に今日はあのカズの動きが目立つだけに周りの動きが欲しいですね。はい、ドリブルで上がります。ダラシザーダ、前半も残りが11分ぐらいになりました。シュートの数もですね、日本代表がパタッとなくなっちゃいましたね。そうですね、はい、やっぱし、そして数福田から、さあ福田ドリブルで上がる、福田が中に折り返す、吉田が左から逆サイドへ、ヘディングはラモスですね。ラモスが走り込みましたがクロスバーの上、しかしようやくまた日本が攻め込んだシーンでしたね今。そうですね、はい、あのまあやらなくちゃいけないことですけどね、今福田君がぐっと左に引っ張りましたね、はい、ああいう動きがもう少し出れば、ただ暑いですからね、だんだん暑い時に体が苦しくなることによってね、足元にボールを要求して、はい、非常にそのイランの強い当たりがありますからね、はい、そこにこう戸惑いが出てきますね、はい、パスをもらう時に動きながらもらった方がいいということですね。そうですね、あとはこのリズムですね、はい、こうあんまり一人が持たない、もう少しこう、はい、早いテンポでねボールを回すということですね、はい、高木です。高木が戻す、ワンツー、森谷、ラモスが2人に囲まれた、またイランボール、イランが後ろで回しています。ここでイランがこう後ろで回してくるのもイランの一つの作戦ですよね。そうです、これがもう自分の形のサッカーですからね、はい、あの精神的に相手には非常にこうイライラさせるっていう、はい、まあ、釣られて前行けば非常にあの逆襲ロングパス、こういう一本がね、してきますからね、はい、まあ、今も高木君がもう少しこう詰めに行った方があのバックラインがオフサイドはかけやすいんですね、はい、まあ、今日本の皆さんはおそらくテレビを見てイライラしてるかなと思います ね、はい、立ち上がりがねあんなにいいリズムで始まったなりにね、はい、急にペースがちょっと落ちたところに日本のファンは非常にイライラしてると思います、はい、あオフトが今ヤスに下がれていましたね。おーさあカズが左サイドセンタリングはこれがコーナーキックになりますね。
まあ、時間的に非常に点取るためには非常にいい時間ですね、はい、コーナーキックがこれが3本目になります。日本今度は左からのコーナー、どうだ裏に、あ高木がねうまく触ったんですけどね、はい、なんとしても今日はこの高木にぜひ1点をという声が上がっています。特にねセットプレーにね、はい、あの非常にヘディング強い選手ですから、4人ぐらい引きつけてますからね、今触らないでねスルーした方が良かったかもしれないですね。またイランがボールをキープ、このザリンチェフがポイント、さあワンツーからザリンチェフが上がる、ザリンチェフが上がっていく、危ない、あよく守りましたね、とりあえずクリアしましたが、もう今のパターンですねイランは。そうですね、はい、ただ今日の全日本はねオフサイド、はい、サウジアラビア戦と の, あのオフサイドトラップの駆け引きと比べれば非常になんかこう悩みがあってうまく噛み合ってないなという感じがしますね、はい、あの井原橋田谷の、まあ、どっちかがもう少し冷静にかけるときに思い切ってかけてもいいじゃないかなと思うんですね、はい、このシーン最後は吉田が懸命に左足のクリアでした。あとはね相手は右サイドしか攻めてないから、はい、もう少しこの左サイドの、その安俊に関したガードですね、はい、の守りをもう少しやっぱり考えてほしいですね。さあまたカズ、カズがイエローですか、高木ですね、高木がイエローカードを受けてしまいました。やっぱり後ろからのファウルです、やっぱり受け気味待ってるんですね、はい、背中向いて動きながらボールもらわないからどうしても相手にこう前でボール奪われるんですね、はい、しかもこの高木は一次予選でイエローカード1枚受けてますんで、はい、これ通算になるんですよね。そうですね、ここもですね、はい、やっぱりオフサイドトラップかけられてないですね、はい、柱谷、右サイドと長い、思うようなこのプレーができていません日本。ちょっとミスパスが ね目立ちますね、はい、立ち上がりがね数が非常に良くて今日の全日本は攻撃的に来るんだという感じがあったんですけども、はい、まあ、イランにちょっと攻められた後に特にラモスがこうファルされた後にね、なんか全日本のこうリズムが崩れたなという感じがしますね、はい、まあ、それも一つのイランの作戦だったのかもしれませんが、またこの縦一本です。アリダイ、アリダイ松田が止めた、ナイスキーパーですね。怖いですね、やっぱりこの選手を警戒しているからバックラインがちょっと気味になっているんじゃないかなと思うんですね。だから立ち上がりに彼に全て合わせていくということは、はい、なんか柱田にあるいは井原にね、オフサイドトラップをかけにくくしてしまって、まあ、非常に相手ペースがね、はい、の一つの原因になっているんじゃないかなと思うんですね、はい、前半も残り時間5分を切りました。ラモスが倒されてこの位置でフリーキックを得ます。もう残り時間はほとんどありません、まあ、この辺りね、はい、思い切って狙っていきたいところです。カズ、ナイスシュートですね、コーナーですね、いやー素晴らしいシュートです、カズのシュート見事でした。もう時間もないですから、はい、ここちょっと早くね、カズは時計見てないと思うんですけども、はい、ラストチャンスかもしれないですけども、ここぜひ全て日本のファンの気持ちをここに乗り移って1点取ってほしいですね、はい、随分楽になります、はい、カズの左からのコーナーキック、どうだ、あっシュートは打てない、日本ボールです。この遠くカタールまで応援に来たサポーターも
今のチャンスにということでもう、いわゆるこうカズゴールというカズの応援歌ですか歌っていたんですけれども、どうしてもやはりイランのまた厚い壁に阻まれています。ノニザニガンからまた後ろに回す、そしてこの縦です、右サイドからダラシザーダ、ダラシザーダがボールをキープ、スイッチした、さあ軽やない、そしてシュートが、あセンタリングがね強かったなりにね日本は助かりましたけどもね、それにしてもね日本の左サイドの安投手が散々破られてるんですけどもね、いや今ですねここの安投手の前にね完全一人ですね、はい、ここの守りのそのガードマンがね、前のその手伝ってくれるっていうマーカーがいないんですね、はい、まあ、ややラモスは今日守りはあんまりやってないんですね。なるほど、どうしてもその分はねその日本のこの左サイドにね、はい、負担がかかってるんですね。しかしこんなに右から攻められてね、ベンチから指示飛んでるんですかね、もうこれしかないという感じですけど、もう少しこの左サイドをね、本戦にできないもんかなという感じがしますね、はい。アウフト監督もこのイランのスタイルについては十分に理解していると言ってきましたが、それにしても徹底的なイランから見れば右サイドの攻撃、2番のザリンチェフフォワードがね、止まってますね動きが、はい、左サイドからヤシトシ、そして福田、うまくボールを奪いますザリンチェフ、この選手はアジアカップ、お、やすとし、ゴール前まで回り込んでシュートは左です。惜しいですね、いいプレーですね、やっぱり中に入って右足で打とうとする意識ですね、はい、なんとか攻撃の方で一つリズムを作り直したい日本。この左サイドがね、はい、またこうノーガードになってますね、はい、もう少しやっぱりこの左に誰かやできたら森保がねもうちょっと左に寄ると、もう少し左に寄ってね、はい、プレーしてほしいですね、はい、もうほとんど日本の堀池のサイドから攻撃してませんからね、はい、その堀池サイドなんですが、一旦このラインまで戻して柱谷、吉田、あ、高木が滑った、やすとし、森保、やっぱりね森保あるいは吉田ですね、はい、守りに非常に役に立つんですけども、どうしてもゴール持った時の最後のスルーパスがね、はい、どうしても出ない、でラモスが今日みたいにマークされる時に非常に全日本はそのスルーパスで非常に苦しいですね。ノーサイドだ、はい、さあドリブで上がる、ああよく止めた、しかしまだフリー、ダラシダーだ、キーパー弾いてコーナーキック、さあ手元の時計では45分を今経過しました、まあ、日本はこれぐらい攻められて0点で前半は終わったら後半にね、ベンチも考えて戦えばまだまだチャンスは十分ありますね、はい、さあナムジョモトラカ後ろに戻す、カレーノイ、ん、あーそこでフリーキックか、これはもう全くいつものパターンと言いますかね、右サイドからの攻撃になります、カロエノエが入れる、ヘディング、あーゴール、やっぱり高さできましたね、先制はイランでした、もう前半終了間際、手元の時計は45分を過ぎて、ご覧のようにもう46分を経過しているその時間帯、ディフェンスのハッサンザーダにやられました、今右サイドから16番カルエノイが入れて4番ハッサンザーダ、いやこの失点は痛いですね、はい、やっぱり前半は悪くても0対0で終わりたかったんですね、何か日本が極端にねペースが立ち上がりから落ちましたね、はい、
バックラインの駆け引き、ハーフのミスパス、フォワードが動かない、もう全てスリーラインが非常に悪い試合やってますね、はい、もうほとんど前半の残り時間はないはずです。そうですね、もう後半にもう期待を持つしかないなという感じがありますね、はい、まあ、前半にねもう思い切った交代もあり得るじゃないかなと思いますね、しかしホイッスルが鳴るまではまだオンプレー。安橋ラモス、あ、合わない。そしてここで前半終了のホイッスルです。セルジョさん、はい、まあ、本当に手元の時計が45分回ったところでの失点というのは痛かったですね。そうですね、はい、まあ、怪我人も、ね、何人いましたから、はい、どうしてもロスタイムありましたからね、はい、まあ、痛い、日本が取りたい時間に取られたということは残念でしたね、はい、さあしかし日本の反撃後半に期待したいと思います。この放送はカタールから突破力ができてないという、まあ、勝ちに行かなくていけないということじゃないかなと思うんですね、はい、日本の皆様にはお見せしたくないゴールシーンなんですけれども、何しろカタールテレビが作っています国際映像ですので、ぜひこれからですね日本チームのゴールシーンを何度もご覧いただければと思います。さあこの注目の後半、センターフォワード、センターのサークルの中にアリダイ、そしてダラシザーダ、この2人がボールを持って構えています。サイドが変わりました。今度は左から右に攻める日本。まあ、セルジェさん、今日のゲーム見てますとね、はい、右側のゴールによくボール入ってますからね。そうですね、まあ、風もフォローですからね、はい、まあ、ぜひこれから風を利用して、はい、日本の勢いをね、そうですね、つけてほしいですね、はい、さあ審判が時間を確認しています。今ね日本から駆けつけたファンがね、君が代を歌い出したんですね。ああ、君が代、はい、この後半にね、はい、大事なサポーターのね、そうですね、力ですね、はい、これぜひ全日本の選手がそれを素直に受けてですね、はい、ぜひこの45分に大逆転してほしいですね、はい、今後半が始まりました。サイドが変わって左から右に攻めます日本。まあ、ディフェンス面で言えば今度は方向が変わりましてね、右サイド、画面の向こう側のサイドからイランが攻め込むケースが多くなると思いますので、そちらを迎え撃つ日本の左サイドのディフェンス、そして今度は長谷川健太が右サイドに入ってきましたので、この背番号12番、この健太がそのスピードを生かしてどれだけ突破できるか、その辺も見どころです。試合開始早々は日本がいいリズムを作っていました。このラモスを中心に今日はいけるんではないかなというそんな雰囲気だったんですけれども、試合が進みにつれて徐々にこのリズムが崩れてきましたが、この後半の立ち上がりいいリズムを作ってほしいと思いますが、また右サイドからいった、しかしディフェンスが戻っている、そこからシュートを打ってきました。徹底してこのアリダイ11番が1人残って攻撃一人でやっているという感じです。イラン、やっぱり彼の良さというのは縦のスピードですね、はい、これが日本のチームにちょっと欠けている部分ですね、トップに入る選手には彼の部分やってないということじゃないかなと思うんですね、まあ、ぜひね長谷川君の突破力に期待したいと思いますね、はい、さあ縦一本高いが迫ります。バック堀池、今日で国際試合が国際 A マッチ61試合目になります。堀池拓海、左に叩く、ヘッドで落とす、あ、今体を入れられました。一方 あのイランの方のディフェンスはどうなんでしょうね。そうですね、完全に、ね、ペナルティエリア周辺にラインを引いて、はい、非常に混戦にしてですね、はい、なかなか入らさないというところですからね、はい、だからもう少しこう裏にボールが出なくてもね、はい、それを信じて動く、出る動きをね、はい、要求したいんですね、出たら走るんじゃなくて出るかもしれないということでね、
まあ、非常にその駆け引きがないんですね、その確率高い足元っていうサッカーですかね、はい、ああいいチャンスですね。さあその健太です、前はフリーになっている、前はフリーになっています、中に出す、ラモス、ラモスだ、ラモスからカズ、シュートは打てません、一旦戻す、ラモスだ、いい形を作りましたが、そうですね、あそこに、ね、ラモスが打ってほしかったですね、はい、ちょっとこう綺麗に取ろう綺麗に取ろうっていう意識がね、はい、見せる部分はスコアつけてからでいいんですから、もう少しこう早く同点に持っていくということをね、もう少しゴールを要求する、はい、ゴールを狙うんだということをね、はい、楽しいんです。ラモスからカズへのパス、シュートにはなりませんでしたが、ここで一旦ラモスに戻します、そのラモスが打てませんでした。また相変わらずイランの右サイド、その突破力を生かして深く攻め込んでいきます。先取点を入れましたハッサンザーダ、ディフェンスの選手、おっと逆にやりたいだ、また右サイド戻す、チャンス、シュート、松永止めた、ナイスキーパーですね、今危なかったですね、松永止めました。さあそして日本のカウンターアタックか、後ろから来ている福田もちょっと精彩がありません。森保が当たりに行きます、一旦組み立て直します。ノリザリガン190センチドリブルで上がる、ラモスがね、ちょっと前のラインに出すぎてるなという感じがするんですね、今日もう少しラモスが後ろからね、彼が引きつけてボールをもらって彼からいいボールが出ますからね、はい、彼がボールもらうという立場に立ったら日本は良くないと思いますね、福田が戻してまた福田へ上げていきます、日本、堀池、そして長谷川健太、右サイド突破できるか、おっ、あそこでフリーキックをもらいました日本、でもいいです ね、このファールもらうということがね、はい、あ警告ですね、ファールもらったところがやっぱり突破しようとする、これがねやっぱりどんどん長谷川くんがやりだしてね、はい、他の選手にぜひ刺激してほしいですね、はい、左サイドバック3番のレザイマネ氏が警告を受けました、もう警告一つですからね、はい、ますます長谷川が抜いていけばファールはできませんから ね、はい、この長谷川が右サイドを突破しようとするところマークにつくのはその3番のレザイマネスですから、カズのフリーキック、今度は逆の立場になるのかどうか、先ほどイランの選手戦と同じような位置からのフリーキックでしたが、これが松永がよく止めました、そうですね、日本ゴールの守護神松永茂達、森安からただ一本カズ、ゴールライン終わりました、この後半に入ってからのその立ち上がりの日本代表の動きはどうなんでしょうね、そうですね、まあ、前半の終わりが一番最悪でね、はい、前半の終わりより多少良くなってるんですけども、もう少しね福田あるいは高木君のね、その突破力もちょっと欲しいんですね、はい、長谷川あるいは三浦だけでね、チャンスですね、チャンスボールか、これを拾いたい、ヤシトシが失って、そして柱谷、井原、有大が執拗に食らいついてきます、森安、カズ、ヤシトシ、ここに動きが止まるんですね、そうですね、ピタッと止まっちゃいますね、はい、ケンタも右サイドでこう手を上げてるんですけれども動きがね、そうですね、
そしてその長谷川健太、ペナルティーエリアの中へボールが入った、チャンスだ、打てないか、ラモスがまだキープ、左サイド走り込んでくる、ヤストシ、ペナルティーエリアの中に入ったが、しかし高木君がね、もう決定的なチャンス2つあったんですけどね、どうしても彼はやっぱりヘディングは強いけども、どうしても足元へ来るときにどうしても問題があるんですね、はい、今非常にねいいチャンスでしたね、長谷川くんがやっぱり右からね、はい、いい展開作りつつあるから、もう少しあの集中的に右から日本も攻めてほしいですね、はい、先ほどまではなかったこの右サイドからの突破がこの後半に入りまして、いい形を作っています日本。この右のスペースにね、はい、流れて誰も出ないんですね、フォワードがね、はい、さあ今ちょっと動き始めた福田なんですけれども、これをもっとボールが前にある段階でフォワードが反応しなければいけないわけですね。そうですね、はい、流します。そして健太、あートラップミス、けども、あの健太を右から使おうとする、それは非常にいいことじゃないかなと思いますね、はい、やっぱり休んでるし、あの非常に突破力を持ってますからね、はい、また健太だ、高木、高木、これは合いません、2人とマークについている、堀池が大きく出して一旦後ろに戻します、中に走り込んだ福田、福田から風ヒールで戻す、ここにね、あのゴールに向かってプレーしてほしいんですね、はい、ちょっとこうサッカーに言う言葉は色気ですね、色気、ちょっとこう綺麗にやりすぎる部分があるんです ね、もう少しやっぱりゴールに向かってね、はい、プレーしてほしいですね、まあ、日本がの攻撃がいかに裏に入ってない証拠というのは非常にオフサイドが少ないんですね、はい、だからもう少しこうつつくということをね、とにかくあのゴールに背中を向けないで前を向いてプレーをすることが今の日本代表には一番のポイントかもしれません。そうですね、まあ、イランは非常に守りがいいチームでね、はい、1点リードしたらますますね、はい、守り型のチームになりますから、森保、福田、福田から健太が待ち構えています右サイド、その長谷川に渡って中央へドリブル、ラモスからワンツー、今度は右サイド福田、ちょっとボールが流れます、長谷川へ、後ろに福田、ここで何とか形を作りたい、結局後ろに戻ってしまいますが止めましたね、今イランの選手が何番ですかね、ちょっと後半10分を経過したところでイランの選手、まあ、これからやっぱり日本のペースが非常に良くなっていますから、まあ非常に経験があるチームですかね。そうですね、まあ、まあここに日本の勢いを止めようとする作戦かもしれないですね、まあ、日本はじわじわあのいいペースでね。そうですね、はいはい、でやっぱり長谷川君が右の条件をくれることによって非常にあのイランの、ね、守りがこう開くようになりましてね、はい、まあ、この時間帯でいいペースでね、ぜひ早く同点に追いついてほしいですね、はい、田畑さん、はい、加藤さん、加藤です、ですね、森保選手が、はい、ヤスのサポートを気にし始めてますね、あ左サイド、はい、あの前半やっぱり三角形作れなかったんでね、どうしてもヤス一人孤立してましたからね、はい、攻撃にしろ守りにしろダメだったんですけどね、やっぱりだいぶよく展開がなってきてますね。そうですね、はい、まあ、ラモスが今日普通より上がり目にプレーしてますからね、どうしてもあそこにいつもラモスがヤスと三角形作ってうまくいってたんですけども、はい、まあ、今日はどうしてもラモスが前に出ることによってあそこに森保が必要になってくると思いますね、はい、さあオフトがこの時間に懸命にね声を出して言ってますけれども、イランの9番アブタヒ担架でフィールドの外に運び出されました。このアブタヒという選手も30歳ですから、やはり流れが良くないなと思うところで今みたいな行為に出るということなんでしょうかね、はい、堀池から中にダム、そして右に長谷川が走り込む、
こう寄せ中向いてプレーしたら非常にランのね、当たりが有効になりますね、しかし高木がポストプレーで使われるなら、こういうボールはもう少しやっぱり高木に一遍体を使わせてほしいですね、外に連れ出されました阿部大輝が右のふくらはぎのあたりを治療を受けています。早いこの右サイドからの突破でチャンスをつかみたい。ここで少しペースを落とします。そうですね、完全、まあ、あの日本が押しているより、はい、イランがね完全引いてますね、11人ね、さあここでポストプレーが一つ作りたいところですが、高木、しかしなんか高木はよく足を滑らせてますね今日。そうですね、あのなかなかね、落としても、あの勝てばいいんですけどもね、あそこでこう相手に競り負ければね、ポストプレーという意味がなくなりますからね、まあある時間単位でもう一人ね、長谷川君ぐらいの縦のスピードの選手の導入があってもいいなという感じがするんですね、この上から見ればね、まあベンチから見れば同じ高さで見えますからね、まあ、この上から見れば非常にスペースが見えるおかげで、まあ、もう一人長谷川君ぐらいのスピードがあれば非常にいいじゃないかなと思いますね、はい、そうしますとあのスーパーサブというニックネームをもらっている中山あたりですかね。そうですね、中山、武田、そういうタイプが非常にこの混戦を破るのにふさわしいかもしれないですね、あ今もラモスを使ってのワンツーを見せたんですね。そうですね、もうポストプレーに入るラモスというのはいかに日本のちょっとの形がねちょっとできてないと思いますね。ラモスはその球を出す方の選手ですからね。そうですね、今度は逆に右サイドから、しかし今はきちんとついています、2人ついていた、左足のシュートは松永キャッチ、ラモスがおっ危ない、ここでイランがメンバーチェンジ、先ほど外に出ましたアブタヒに代わりましてベテラン35歳のデラクシャンが入ってきました。これでも交代がないですからね。そうですね、イランは、背番号8番、初戦まで、一次予選からこの初戦までキャプテンを務めましたベテランのデラクシャンが入ってきました。後半も残り30分を切っています。なかなかイランの厚い壁を破れない日本、またこの右サイド、このケンタのスピードに望みをかけます。またラモスからワンツー、ペナルティーエリア内、日本が拾います。堀池、中に福田、森安、左には安がオーバーラップ、中に出した高木、あ今日全然ポストプレーになってないですね。そうですね、しかしまだ日本、また右サイドへ瀬川、マークスのデラクション、スルーパスはやはり今あの日本のフォワード陣が全部あの背中を向けてプレーしてますね。そうですね、あの足元でね、繋いでるなりに、あの持たされてるんですね、まあ、日本のファンの皆さんにはあ比べにすればね、今の全日本がベルディで、イランがね、マリノスと思えばね、攻めてもっていうところで、繋いでボール持ってるなりになかなかシュートまでいけないというサッカーですね、まだ後半に入って日本のそのシュートというのがないんですよね。ないですね。ペナルティーエリアの中までボールは運ぶんですが、その最後の一本になりません。ここにこうイランはですね、細かくつないで今みたいにこう出してしまうんですね、日本は最後まで細かくいこうとするリズムの変化がないんですね、うまく引いた、右から長谷川健太、センタリング、これは長すぎました。高木が走り込んだんですがファーサイド流れていきます。
今ねハーフのラインにね、4人残ってましたね、はい、あそこでやっぱり苦しいかもしれないんですけどね、もう少し1人飛び出していかなかったら、北沢がアップですね、またそうですね、そしてあ黒崎もアップを始めました。ファード陣にですね、アップを命令出ましたね。あ、そうですか。中山、沢登り、あ、みんな立ち上がりましたね、やっぱり今堀池がねハプラインで散々声出してるんですけどもね、なんかちょっと受け気味の全日本、リードされてるっていうなりにこう悩んでプレーしてる、もうここでも悩むことはないんですね、もう同点にまず、とりあえずすぐ勝つじゃなくても早く同点に持っていくというね、動きも欲しいですね。さあ縦一本だ、このパスですよね、セレジオさんね。そうなんです、これはね今成功しなかったんですけどね、ラモスは背中向いてフォワードラインに入らないでね、あの辺りからパスワークでね、周りを動かしてほしいですね。まあその意味でやっぱりラモスがもうちょっと下がって、もう一人スピードの選手が交代すれば非常に破れるじゃないかなと思うんですけどね、しかしとりあえず右サイドに長谷川健太が入ったことによってのそのなんて言うんでしょうね、スピードのチェンジとか、ね、完全に出てますね、逆になんか堀池が動き良くなってきてますよね、そうですね、スペースが空きますからね、一つその新しい人間を入れ替えることによっての動きの変化は出てきましたが、あとは最後の決定力、ラモスが下がり目の位置にいます、そして長谷川健太がこの位置、福田が右サイドラインべったり、その福田から長谷川後ろに戻す、森保なかなか前に出られない、ラモスがこの最終ラインの位置まで戻っています。そうですね、カズです、お井原がオーバーラップ、そしてラモス、あ、かなり前にスペースができました、さあトラップしてヘッドで落とす、ラモス、ラモスが左へ、安都市が走り込む、まだボールは生きているか、コーナーですね、コーナーキック、チャンスですね、懸命に守るそのイランに対して、ここは日本の時間帯、この時間帯までね、高木が真ん中にポジション取ってポストになろうとしてるんですけども、競り勝ってないんですね、そこにどうしてもスペースが生まれないんですね、ショートコーナー一旦出して、そしてカズがセンタリング、ファーサイド、ラモスが回り込んだ、ヘッドで落とす、走り込む、空振り、あ、今決定的なチャンスですね、井原ですね、今ゴールは目の前、大きく口を開けて待っていました、そうですね、もう完全がラッキーでしたね、どうしたんだろう今日の全日本は、いや、しかし、まあ今はゴールにはならなかったんですけれども、とにかくチャンスが増えてきましたからね、はい、いいチャンスですね、この形をどん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 作っていってもらえれば、まだ残りは24分あります、また溜めて溜めてという日本の動き、福田から堀池、一番右にはカズが一人フェイントで振ります、堀池が右サイドに動く、ラモスが走り込むがちょっと長い、惜しかったですね、しかもあの動きですね、そうですよね、なぜラモスがね、あそこまで上がってるのは、なんかフォワードに葉っぱかけてるっていう感じですね、高木君はポストプレーだけじゃなくてもう少し突破する動きも欲しいんですね、しかし本当にいい動きになってきました、テレビをご覧の皆様にもぜひこの最終予選の日本のゴールシーンをお目にかけたいと思っています、ようやくイランが日本陣内に入り込んできます、ジラクシャ体を張ります、お、これはパスミス、早く攻めてほしいですね、あ、ボールを取りに走っていきます、じっと後ろからなんとか同点に追いついてくれという松永、もうぼちぼちベンチもね、ちょっと動いてもいいなという感じするんですね、
何分って決めないでね、はい、もう少し日本チームにこう縦のね、引っ掛けたファールですね、はい、ファールもらうということはいかについてるという証拠ですからね、ラモスが蹴るんでしょうか。ラインはペナルティーエリアの中のやや下がり目、横一線に引いています。数が出かかってポストが盛んに長谷川に右に開けてますね。カズだ、カズ左足、まだ日本拾っている。森安、堀池がもう最前線まで開いています。このポストプレーが生きるのか。まだボールは空中戦だ。高木頑張れ。ラモス、デラクシャンが拾いました。しかしまだ日本ボールだ。ここで左サイド、アリダイ、アリダイがスピードを生かす。ラモスがつく、ラモスが懸命に走る。そして走り当たり二人がかりですが、ここはファールを取られた。デラクシャン取られましたね。よく頑張りますね、はい、やっぱりこの11番のアリダイがいるから、はい、こういう守りのサッカーがイランができるじゃないかなと思うんですね、はい、カウンターができますから ね、 そうですね、この選手一人で、はい、だからやっぱりポストプレーも必要ですけども、はい、いざなったらスピードもなかったらダメじゃないかなと思いますね、はい、カレーナネが入れる。松永出ます。今の形ももう日本ディフェンス陣の中に一人アリダイが待っている。あそこにしかボールが来ないという形でもイランはそこにボールを上げてきます。あ、オフサイドか。ギリギリですね、けどもいいじゃないかなと思うんですね、はい、珍しいじゃないですかね、オフサイドになるというのは、ね、もう少しねやっぱり裏裏を狙うというね、はい、正確なスルーパスだから3本で1本成功すればという感じでね、はい、もう少しやっぱりついてほしいですね、はい、ミッドフィールダーあるいはフォワード陣がアップに入っています日本代表。福田から堀池、長谷川健太、三角形はできているか。あそこで笛を吹きます。また警告じゃないですか、ね、警告ですね。イエローカードが出されました。なんかもう代わり番号でね、うまい具合にラモスを潰しに行ってますね、はい、だからもう研究されてますね、はい、あのオフサイドトラップかけた全日本、全日本ですね、日本代表ラモスが中心選手を少し潰せば攻撃が、はい、動きありますよ、動きありますよ、動きありますか。中山にゴー出ましたね。中山、はい、そうですか。また後ろから行った。背中向いてプレーしているのが多いですね。ダラシザーダ、そして左サイドアリダイ、デラクシャン、ナムジョムトラカ、右ドリブル、ポーンと上げてヘッドでアリダイ合わせようという逆にイランの攻撃というのは本当に単純なんですけどね。そうですね、けども効率いいですね、はい、細かいパスの後は必ず走らすんですね、はい、成功してないパスも結構あるんですけど全然気にしてないんですね、はい、さあ右サイド狭いところにボールが出て高木の頑張りどころ、これはうまく奪われました。オブストラクションですね。オブストラクション懸命に攻めて攻めてなかなか点が取れなかった日本ということで、ここでまたあのリズムが切れてはいけませんからね。そうですね、はい、あと15分ちょっとですか。そうですね、18分。そうですね、はい、この中山君の、はい、あ、中山がもう準備ですね、出てきましたね。ここに全てちょっと全日本のスピードに葉っぱをかけてほしいですね、はい、細かく細かくパスをつないでいく日本のやりたいこのパスを今はイランがやっています。
そして一発ドーンというパス。一方のこの日本代表、最後のそのラストパス、シュートにつなげるその一本、なかなか生まれません。ラインはなかなか動かないんですね。はい、高木が真ん中遠くに上げる。あ、合わないか。さあその高木がつきますが、しかしデラクシャンドリブル、おっと右サイド空いてしまう。森安がとりあえず止めました。そしてここで交代です。安に変えて、三浦康俊に変えて、中山登場。3バックスでやろうとしているんです ね、 ですね。やっぱり相手はもう守りに入るという前提で、はい、バックスを減らして、攻撃に出るという作戦じゃないかなと思いますね、はい、そしてオフトはその堀池を呼んで、まあ、何かポジションの確認でもしたんでしょうかね。そうですね、はい、いや少しよく頑張りましたね、はい、そうですね、お疲れ様でした。日本のそのラインが変わります。3バックにして、そしてスピードのある中山を入れました。日本のそのサポーターからは中山ゴンゴールのその歌が聞こえてきます。まあ、セルジオさんの中山といえばですね、はい、ダイナスティの決勝戦とか、それからアジアカップの北朝鮮の同点ゴールとか、本当にここ一発で何かやってくれそうな選手なんですよね。そうですね、まあ、非常にスピードとね、はい、ファイト溢れるプレイヤーですからね、はい、予選日本もですね、長谷川非常に右からいい展開作ってたのに、はい、彼を使えなくなったんですね。だから彼の後半の導入がそれで意味がないじゃないかなと思うんですね。もっとこう彼に近づいて、今みたいにね、こうボールを渡して、はい、こうかわしてね、かわして、そうですね、で彼にもう少しこうゴールラインにね、はい、今下がりながらプレーしてます ね、 そうですね、このプレーですね。そうです、そう、そして中へラモスがそうファーサイド、森安ハンド取られたんですね。ハンドですか。後半も30分を経過、残りあと15分を切りました。しかし右に長谷川、そして左に中山というスピードのある2人を投入したこの後半、セルジョさん、最悪でもここはもう引き分けに持ち込まないといけない試合ですからね。まず引き分けに行けばまだ逆転するチャンスもありますからね、はい、数がドリブル、アウトラクションですね、はい、ここですね、決定的なチャンスですから、ぜひものにしてほしいですね、はい、速いボール、あーと止められました。ちゃんとこれプレースしてなかったということなんですか。そうですね、まあ、ここは非常にいい場所ですからね、はい、もう少しこう大事にしてほしいですね、まあ、位置としたらね、数は左で非常にいいボール蹴りますからね、はい、まあ、直接狙ってもいいなという感じがするんですね、はい、何かこういう思い切ったことがね、この時間帯には必要じゃないかなと思いますね、はい、ちょっとこのスペースに飛び込んでいける中山もいますし、さあヘッドに渡す中山、あー惜しいですね、はい、田村さん、はい、オフトから柱谷の方にですね、外からボールを集めろと、外から、はい、はい、そして高いボールが多いじゃないですか今、もっと低いライナーで行けっていう指示出ましたね。なるほど、やはり高さで言いますとイランの方にやや分がありますんで、その辺ボールの工夫は必要だと、まあ、カズ自身も言っていたんですけれども、このカズのコーナーキック、左足のコーナーです。いいボールが上がった、あ、またコーナーですね、もう一度コーナーですね、はい、今はニアサイドで合わせてきましたけれども、そうですね、柱谷に合わせてきましたね。そうですね、はい、柱谷のヘディングは相手の背中に当たって出たんですね、はい、ニアサイド柱谷、そしてポスト際に高木、あ、さあしかしまだカズがボールを入れるチャンスだぞ、一旦外に出す、長谷川健太だ、長谷川健太がセンタリング、
ファーサイドはラモス、しかしこれもラモスまでは届きません。森保がキープ、また中に入れる、高木だ、高木ヘッドで中に落とす、デラクシャンがクリア、もう完全逃げ切ろうとしていますね、はい、今はね、ここにね、時間的に日本はね、今同点に持っていけばまだまだ逆転の望みもありますね、はい、特に日本の場合は80分過ぎからの得点というのが結構多いんですよね、はい、さあ高いボール、パンチング、レザーエマネージが大きくクリアして、しかしまだ日本、森保、ラモスに出す、ラモスがスルーパス、ケンタ追いつけ、センタリング、どうだ、ヘディング、あーポスト、もう一度、あー惜しいですね、惜しいですね、今のはナイスプレーですね、やはりこの中山、惜しいですね今、長谷川健太よく上げた、そして一旦この跳ねたボール、中山がもう描いた展開ですね、はい、やっぱり長谷川のその右からの突破力いいですね、そうですね、いわゆるこの体をねじ込んで、でもカッコなんかどうでもいいからゴールを狙うんだというその中山らしい泥臭いシュートですかね、そうですね、はい、もう本当にこうなったらもうカッコなんかどうでもいいからとにかくまず同点に追いついてほしいと思います。堀池、ラモス、もう一度の形を作れるのか、橋田谷から木原、そして左サイド、カズ、中には中山と高木が待っている、その2人に合わせられるか、ゴールラインです、はい、いいですね、この時間帯に非常に日本は押してますからね、はい、まもなく、はい、ここに1点取れば本当にまだまだ逆転ができる感じがしますね、はい、後半もまもなく残り10分を切ろうかというところなんですが、しかし前半1点を失ったのも手元の時計が45分を回ってからでした、そうですね、低いボール、またコーナーですね、もう一度コーナー、逆サイドにね、井原と中山がいますね、はい、あの辺りも非常にこうヘディング強いですから ね、 そうですね、ゴールエリア遠いところに井原、そして近いところに中山、ニアサイドに柱谷、そして高木です、叩いた、おっとこれはマイナスのボール、中山がいるが、これもコーナーでしょう、いや出てないですね、出てないですか、ね、今いや完全に踏み越えてましたけどね、体はライズマンがね非常にこう見てたみたいですね、はい、まあ、それにしても日本は非常に今いいペースになってますからね、そして今も、まあ、結果的にファウルは捉えましたが、有田へのマークもきちんと今ついています、さあこの位置でのフリーキック、レザーエマネシ、いやノニザリガンが大きなクロスボール、また右サイドから作ろうというんでしょうか、ファーサイドに有田がいます、そしてコーナーです、ね、コーナーです、やっぱりこうイランと日本の違いというのは、はい、ボール持ってこう向かっていきますね、ドリブル、あるいは裏にパスをしてね、はい、日本はちょっと足元にパス出しすぎてるなという感じがありますね、はい、さあコーナーキックはこれは明らかなミスキック、ここから早くチャンスを作りたい日本、しかしイランの方もやはり守りに入り始めてるんですね、そうですね、戻ってきますからね、もう引いてね、はい、もう11人で自分のコートで守ろうとする意識がありますね、はい、福田、堀池、そして右サイド長谷川、そのワンツー、よし、スローインです、堀池がボールを取りに行きます、すでにゴール前には高木がスタンバイ、そしてファーサイドには中山、堀池が上げる、
一旦止める柱谷、柱谷が左サイド、さあ中山だ、高木どうだ、こぼれた、コーナーですね、コーナーキックです。怒涛の攻め日本。そうですね、少しずつなんとかこう得点に近づいてきてる日本ですね、はい、またコーナーキックを得ました日本。ゴールの正面に福田、そしてニアサイドに高木がいます。外から走り込んでくる柱谷、どこに合うんだ、こぼれた、シュートは健太のシュートはディフェンスの足に当たった。さあこの位置でうまくボールを出します。しかし先に森保、しかしこれだけの攻撃を続けていればいつかはあのゴールネットをボールが揺らすときっていうのは来そうですよね。そうですね、はい、しかし後半も残り時間6分30秒、またセンタリングを上げる、落とした、中山が走り込む、一旦外に出す、伊原からまた中へのボール、柱谷に通して高木は、逆サイドまで折り返してほしかったですね、はい、さあ堀池が、おこれは1対1になります。うまく体を入れる、必ず体張ってきますね、はい、柱谷、そして左へ、もう本当全員攻撃、全員、はい、全日本の全員攻撃、はい、もうイランの全員守りの時間ですね、はい、もうハーフの向こうが誰もいませんもんね、もうそうですね、やはりこの時間を少しでも使おうというイランの方はゆっくりとした調子でボールを回してきます。そしてこのボール、あ逆にイランがファウルを取られて日本ボール。ここはやっぱりもう少し早くしてほしいですね、もう時間が少なくなりましたからね、はい、柱谷、そしてカズ、カズがドリブル中に出した、あ流した、おっと逆にイランボールですか。その前のプレーは流して結局タッチを割ったということでスローインイランボールになりました。もう残り時間5分を切っています。手元の時計では5分を切っています。イランはデラクシャン、ここで奪われたくはなかった。そしてこのパスはノーオーサイド、松永が出た、松永が出た、抜かれた、カバーは間に合わない、2点目、今オフサイドに見えたんですけどね、全員攻撃の日本から逆にカウンターを受けました。今オフサイドに見えたんですけどね、はい、スローが出るんですかね。決めたのは有大、結局最後の一人松永も振り切ってイラン2点目のゴールです。松永がねちょっと素直にね、エリアの外でファウルを可能性として守りに行ってほしかったですね、ちょっと綺麗に守りすぎたなという感じがしますね、はい、あそこはファウルしてもよかったなという感じがします、もう後半も残り時間4分を切っています。あれだけ攻めて攻めていたのに、ね、本当一人のね、有大に やられましたね、はい、福田から長谷川健太、中に中山、後ろにスルー、走り込んでラモス、今のボールも結局ゴールの、そうですね、高木がバックの仕事してしまいましたね、うん、あ森保がファウルを取られてイランボール。もう残り時間ほとんどありません。
2分半。しかしまだ日本にもチャンスはあります。ここであのシュンとしてはいけませんよね、まあ、日本も。そうですね、まだ3戦ありますからね、はい、あ、このボールを支配したい。ラモスが取りに行きます。タッチ終わりました。さあ早く入れたい日本。ベンチも厳しい表情。残り2分を切った。福田が体を入れる。左に中山が開く。あ、まだ割らない。え、入りましたね。入った。ナイスシュートですね。入った、ゴール。中山のゴールです。ナイスシュートですね。素晴らしいです。中山のゴール。最初のスライディングがですね、はい、全てです。ボールに関しては執念ですね、はい、位置からのシュート、サイドネットに突き刺さりました。日本、この執念から生まれましたね、はい、位置ですよ。位置、素晴らしい執念ですね。こういういい攻撃力の選手がいるから、まあ、僕も一つの課題はベンチを利用してね、はい、11人だけじゃなくてベンチとうまい時間帯にこう交代をして戦うことはこの大会に非常に大切と言ってましたけども、本当中山君がそれを証明してくれましたね、はい、まさにスーパーサブ中山。その1点を入れて、まだ時間はあります。まだ時間はある。もう僕はもうスーパーサーブじゃなくてもスーパーレギュラーに変えてほしいですね。まあ、イランももうこれはもうとにかく大きなボールを蹴り続けてくるでしょうが、しかしまだ日本時間あります。そう、サポーターも懸命に応援を続ける。高木、このボールをフォローしたい。さあ後ろから詰めてくる森保、しかしまだ大丈夫です。ホイッスルが鳴るまではオンプレー。早く詰めたい日本。あ、手元の時計ではもう45分を過ぎてロスタイムに入っています。流します。さあもうあとはレフリーのその時計だけ。しかし前半1点を失ったイランの得点も45分過ぎ、まだ日本にチャンスはある。早く上げてほしいですね。もう時間ないから早くゴール前に。中山だ、中山。あ、躊躇してしまいました。ここでホイッスルを。まだですね、ロスタイム取ってますね。まだには。ラモスがまた一発上げた。上がる上がる。ケンタがフォロー。中に、あ、まだ日本ボール。もう少し早く入れてます。ここでホイッスル。残念ですね。終了間際懸命の攻撃を見せた日本ですが、結局2対1、この第2戦イラン戦を落としてしまいました。しかしセルジオさん、はい、まあ、最後の最後はですね、本当に日本見せてくれたんですけれども、それに至るまでが今日は悪すぎましたね。そうですね、まあ、全てね、はい、立ち上がりだけが非常に良くて、はい、全体的に風の動きも途中で落ちましたし、はい、なんかこうある程度ちょっとバラバラの日本チームがになったなという感じがしますね、はい、もう少し交代のタイミング、あるいはその勝ちに行くという気迫がですね、はい、はどうしてもね、どうしてもなんかこう疲れ切った日本に見えましたね、はい、まあ、対イラン対策としては十分に練っていたはずなんですけれども、その警戒していた右サイドからの攻撃というのに崩され、そして、まあ、最終的にはこの11番のアリダイという選手にやられたという感じだったんですけどもね。そうですね、そしてまあフォワード陣としてはどうしてもこの動きが悪いというかね、
その日本の本来の攻める形にならずに今日は終わってしまったという感じでしたね。そうですね、まあ、長谷川は予定にしてた交代ですけどね、はい、まあ、中山を出したということは、もう非常にもアセリーも、はい、バックとね、はい、フォワードを変えたということは、はい、もう少しこう形としてね、はい、こういう時にこういう選手を変えるんだというね、はい、一つのこうレイアウトみたいに作っておいていってほしいなという感じがありますね。そうですね、はい、なんか一歩一歩全部ずれて一歩一歩遅かったという感じのグラウンドあるいはベンチの全日本でしたね。はい、まあ、これで、日本の場合はですね、放送席、ここでインタビューをお聞きください。インタビューします、こんな形でインタビューするのはちょっと残念ですが、まず敗因の分析からしていただきましょうか。What was the analysis of today's game? Today's match, the first half we played not well controlled. We give them too much space on one side. That's why they scored the goal. We can restore it during halftime, but you're running after the factors. Yeah. So we came back quite nice, but then you get the trouble with the offside. Oh, sorry. You get trouble with the offside trap. Offside trap. It was offside.And then we push. We could only score one goal. まあ、前半があまり良い形じゃなくて、特に中盤でいい形が作れなかったという部分で、それをうまい形にするためにハーフタイムでかなり指示をして、で後半に入ってはかなりいい状態に戻って、かなり押し上げて攻めに攻めという形だったんですけれども、残念ながら、まあ、オフサイド臭いような形で点を取られてしまって、その後もいろいろと攻め立ったんですけれども、まあ、1点しか取れなかったという形なんですけれども、ゲームの内容では日本は後半特にいいゲームができたと思うんですが、結果的にはこうなりました。特にですね、選手の交代をして新しい、まあ、メンバーを入れてきました。これはどこか修正しなきゃいけないところがあったということですか。 So why did you change the members? Do you have to repair some points? Yes, we have to repair a couple of points, especially the left side. And we have to repair also up front something. So that's why I changed the members.Yeah. まあ、その通りで、ちょっと左サイドが不安だったのと、また前の部分でもう少し突破にかからなくてはいけないということで、そういった部分の修正のためにもメンバーを変えたんですけれども、日本が攻めで持っているいろんな形ですが、今日は 100% できたと考えていいんですか。 How about the performing of the attacking wise? Attacking wise was, yeah, I was satisfied with the final part, but not in the first half, no. No.まあ、後半についてはかなり攻撃的によくできたと、そういった部分では良かったんですけど、まあ、ちょっと前半があまり良くなかったということが言えるんで、この後の北朝鮮、朝鮮民主人民共和国の対戦、何か修正していく時間的余裕ありますか。 So, next match against North Korea、yeah. So do you have enough time to repair something? We have to repair and we have to go for three victories. That's the only chance for qualificationまあ、その通り時間はありますし、とにかく修正してあと3連勝必ずしないと予選突破できないと思いますので、必ず3連勝向かって頑張りたいと思います。まだ希望捨ててませんし、100% で期待をしています。 So they hope they have a victory.